1、はい、一つの物体がねこのように複数の力を受けている時この力の影響でこの物体の運動の様子が変化するわけなんだけどもこの時それぞれの力がこの物体にどんな仕事とか力積を及ぼすだろうかそしてその結果として物体の運動はどう変化するのだろうかということをここに書いてある例題を使って説明していきます。 さあ例題を読みましょう滑らかな滑らかなっていうのは摩擦を無視できるっていう意味ね滑らかな水平面に置かれている質量 M の物体があるこんな風に置いてある質量は M ねはいこの物体は時刻0においては静止していたそして図のように物体は角度 θ 右上方向に力 F1 を 左側水平方向に F2 を受けてそれでちょっと進んだと時間 Δt の間に x 軸の正の方向に距離 L だけ進んだって書いてありますえっとちょっとね簡単に絵を描いておきましょう横軸描いてこれが台ねそしてえっとこっちが x 軸どこかに原点を取ってはじめ物体はある位置これは 0秒における位置なんで x0 と書きましょうデルタ t だけ時間が経ったらちょっと進んでましたちなみにえっと x デルタ t って書いたのはこれはあの最初の位置からどんだけ離れてるかっていうと,えっとここの距離が L だけ離れてるのね X 軸の正の方向に距離 L 進んだって書いてあるからねちなみに縦軸は Y 軸ですねはいそれで過去1番からやっていきましょう物体の運動量の変化を求めるにあたっては運動方程式をね書くところから始めてもいいんだけどもちょっとその辺サボってこれまでにお勉強した内容を使って運動量の変化を求めましょう。 運動量の変化は何とかに等しい。運動量の何に等しいんだったっけ忘れた人今までのね講義ビデオを見てよく復習してください。運動量の変化は物体に加わった物体に加わった一力二力丸三 仕事どれかな力積が答えだよ。加わった力積に等しいのでこれも丸暗記するんじゃなくってねあの運動方程式を書いてそしてこの運動量の変化が力積と等しいということを自分で示せるぐらいにあのちゃんと理解してください。そうするとね暗記科目じゃなくなるよ運動方程式を積分するだけの話。 結構簡単な計算だからね必ず復習しておいてください等しいので、えー、っと運動量の変化は運動量って質量をかける速度だよね変化は後の量だからデルタ t たった後引くはじめ必ず変化は,はあの後の量を引くはじめの量ねはじめは0秒の時これが物体に加わった力積に等しい 今これ水平運動を考えてるよ X 軸の正の方向にっていうのはこう水平に進んだってことだからね縦にぴょんと跳ねたりはしないさあ力 F1F2 これが物体に及ぼした力積がどれだけかっていうのを考えましょうでこの F1F2 は時間とともには変化しないとします変化すると厄介なことになるからねさて F1 はちょっと斜め上に働いてるね 今注目しているのは水平方向の運動なので F1 が水平方向に及ぼす作用を考えますその時にはこうやって水平方向に水線を垂らしてこのこの長さ求めるこの長さは F1× 三角関数使うよ今直角三角形があるからね斜辺の長さが F1 ですここが θ です下の長さは これは三角関数の定義をちゃんと理解しておいてくださいという問題になりますけども f 1コサインシータこれが底辺の長さねさあ今物体に加わっている力は2種類あります右側に f 1コサインシータの作用があって左側に F2 の作用が F2 の力が働いているというわけで力の相和としては F1 の作用が F1cosθ で F2 は座標軸と逆向きだからマイナスの F2 ね力積はこの力かける加わった時間力が加わった時間これはデルタ t という時間だけ加わりましたっていう風に問題文書いてるからはいこれでうんあの物体に加わった力積右辺にねかけました ちょっとだけ正確に言うと、力 F1 が物体の水平方向に及ぼした力積っていうのが F1 c o s θ ×デルタ t ね。力 F2 が物体の水平方向にあの及ぼした力積がス f 2 ×デルタ t ね。っていうわけです。これが運動量の、物体の運動量の変化に等しい。これ、括弧1の答えにもうなってるよ。物体の運動量の変化を求めなさい。 はいこれが答えです。ちょうどだから力積を答えればもう括弧1番には答えたことになるというわけです。はい、括弧2番いきましょう。距離 L 進んだ時の速度をデルタ t を使って表しなさい。うん。えー、っと、さっきの式ね、えー、っと運動量の変化が加わった力積に等しいと。で、 これが求めたいものね。デルタ t における速度 v デルタ t これが求めたいもの。用意ドンの時の速度は、これは物体は用意ドンの時に静止してたって書いてるから、v0 は0だね。ってわけで、常識に用意ドンの時が0を代入。これは代から与えられる値。代入すると、 そうすると時刻デルタ t における運動量が f 1コサインシータ f 2デルタ t に等しいよと。だから求めたい値 v かっこデルタ t イコールー m 分の1 f 1コサインシータ f 2かけるデルタ t と。 いうふうふに表すすことができますさあ次の問題いきましょう。デルタ T の間に、えー、こちら力 F1F2 が物体にした仕事をそれぞれ求めなさい。ね仕事。さっき求めたのは力跡求めたね。今度は仕事ですよ。カッコ3さあえー、っと物体はデルタ T の間にねどんだけ進んだ,った進んだんだったっけ L だだだけ進んだんだよね物体に力がした仕事っていうのはその力の大きさかける進んだ距離で求めることができますそれぞれね求めていきましょうえっと F1F2 がデルタ t の間これは言い換えると,んと物体が距離 L 進む間ね進む間に物体にした仕事は物体にした仕事はそれぞれ F1 と F2 それぞれに求めますよそれぞれはい水平方向の運動を考えてますから今回もこの水平方向成分にね この F1 については水平方向への作用に注目して答えます水平方向への作用は F1cosθ そしてこの力によって右側やっぱり座標軸 X 座標軸の正の方向に L 進んだんだからこれが F1 がした仕事ねそれぞれおよびはいもう一つ力 F2 力 F2 はね座標軸の逆の向きあの負の向きを向いているんでマイナス F2 と書きますよそして座標軸の正の向きに L だけ進んだんだから F2×L これが答えということになりますこれちょっとね なんかポーンと答えだけ書くんじゃなくてちなみに運動方程式から求めたらどうなるのかなっていう話をちょっとだけ復習がてら説明しておきます。物体の運動方程式っていうのは,物体の運動方程式は今は縦方向、延直方向はちょっと書きません水平方向だけ書きますね。 物体の運動方程式、左辺はいつも質量×加速度と書きますよ。イコール、はい、座標軸の水平方向右側、X 軸の正の方向に F1 が、F1 をコサインシータっという作用を及ぼしています。f 1コサインシータ。そして座標軸逆向きに F2 という力が働いています。これが運動方程式ね。で、 運動方程式を積分することによって仕事とか力積とかね運動量の変化っていうのが出てくるんだよ。あの運動量の変化と力積の関係式運動エネルギーと仕事の関係式を導けるんだよっていうそういう話をねあのこれまでのオンライン講義でやりました。さあ今はねちょっと仕事に注目した式にするために。 変形しますどうやって変形したら仕事に関する式が出てきたかっていうとこれを、x、でね積分するのね。X、で積分。はい右辺も、x、で積分。積分区間は用意ドンの位置だから x イコールえー、っと x0 と書いた方がいいのか用意ドンの時の位置 からそれからそこまでねそこまでっていうのはデルタ t 進むところまでねデルタ t の時間分進むまで X でこの積分結構ね左辺が厄介だよっていう話は前にしましたで今はどうやって計算するかっていうことはちょっとくどくどは説明しませんけれども左辺は運動エネルギーの変化になるんだとね 運動エネルギーの変化1 2分の 1mv の2乗これデルタ t だけ進んだ時の速度ね後の運動エネルギーあ、うん、後の運動エネルギー引くそして初めの運動エネルギー時刻0における運動エネルギーね、はい、左辺はこんな式になるっていう説明はもうしてあります右辺はあの真面目に今計算したってそんな大変じゃないよなんかごっちゃごっちゃしてるけどこれ f1、1> 1定数、c o s タも定数、f2 も定数、全部時間,にあの時間とともに変化しない項定数をと距離 x で積分してくださいっていうだけだからね、定数 ×x っていう式が出てきて、そしてこの積分区間に注目した差を計算するだけになります。もう今は結果だけ書いちゃいます。 f1 ータ引く f 2そしてここに、えー、っとあちゃんと書こうか x っていうのがこれが積分した、えー、っと値になって式になって積分区間が x0 から xΔt までこの xΔt っていうのはちなみに 最初の1プラス L のところだよ。L だけ進みましたって話だったからね。これを計算すると、イコール、えー、っと、イコール f 1ータ引く f 2かける l というふうになります。で、さっきカッコ3番の答えとして書いた この f1 が物体にした仕事 f1cosθ×l っていうのはどこの部分だったかっていうとこれはこれとここをかけたやつだよねそれからもう一つ f2 が物体にした仕事はス f 2 × l って書いてあるよねここはちゃんとマイナスも含めてこのス f 2とそれからこの l をかけたものがそれぞれ右辺に出ていると。 F1F2 ね両方合わせて物体にした仕事はあの水平方向に注目したときね両方合わせるとどんだけの仕事かっていうとそれが今書いたこの右辺の式になっているというわけです。はいまあ、とにかく括弧3番までやりました。あの今運動方程式からね運動エネルギーと仕事の関係式を今の例題を使ってちょっと復習しましたけども カッコ1番運動量の変化は物体に加わった力積に等しい、ね、この式もこうやってね、あのー、ちゃんと自分でやってみてねカッコ1番のこの式を同出するには x で積分するんじゃなくて時間で積分するんだよこっちの方が計算ははるかに楽ね特に左辺の計算がねすごく楽ですはい次行きましょうカッコ3番まで終わったんで次はカッコ4番 デルタ t の間に重力が物体にした仕事をそれぞれ求めなさい重力重力は仕事したかな重力はね物体には確かに働いていますよこれ質量 m のものがあるんだから下向きに mg っていうのが働たいてるよねこれが重力だねだけどこの重力 mg っていうのは水平方向の運動には何にも関係ないよね 運動方程式さっき書いたの見てみても重力項はありませんだって下に重力が働くから右に滑りやすくなるよねとか左に進みやすくなるよねそんなことないもんねというわけで物体の運動に今重力は何にも関わってないこうやって仕事を導出したけども仕事を導出したけれども右辺には何にも重力がした仕事に関する項は出てきてないのでああ、うん 重力か物体にた仕事はゼロだというわけになります今 x 軸のねよくあの水平方向の議論しかしてないじゃないかって思う人がいたらそれはとてもいいことですよ重力は延直方向だからねだから縦方向の議論をせんといかんのんやないかってねうんあの思った人とても正しいただし縦方向に物体は動いてないよね 重力は働いてるけども延長方向に物体は動いてないよね。仕事を求めるとき、一定の力に対してはその力がする仕事は力の大きさかける移動距離で表されます。延長方向には物体は動いてないね。移動距離ゼロだね。だから重力化した仕事はゼロだということになりますよ。はい、一応書いておきましょうか。ちゃんとね。はい、えー、っとか。 4番の答えを書いておきます。えっと、かっこ4重力は今進行方向には、ね、寄与してないんだよね。言い方を変えると重力は進行方向に対して垂直方向の力になります。重力は、えっと、運動の向きに対して垂直な方向。運動。 の向向きにに対して垂直な方向に働く物体の運動方向に対して垂直な方向に働くっていうことはそっちの方向 つまり重力の方向には物体は動いてないっていうことになるからね移動距離ゼロということになりますから重力が物体にした仕事は重力が物体にした仕事はゼロであると。ゼロである。これが答えということになります。 はい、えー、と次の問題に行きましょう。次の問題は今、カッコ4番が終わりましたよ。次はカッコ5番です。物体の運動エネルギーの変化量を求めなさい。運動エネルギーの変化は何に等しかったついさっきやったね、ここに運動エネルギーの変化があります。物体のの運動エネルギーの変化は、 物体に加わった仕事に等しいもう答えがここに書いてあるねはいカッコ5番の答えもう書いてあるからもうこれが答えって書いとこうねこれがカッコの答えこの右辺が答えねはい次カッコ6番いきましょうカッコ6番は距離 L 進んだ時の 速度距離 L 進んだ後の速度だから V デルタ T を求めたいなあという話なんだけどいっぺん求めたねここに書いてあるねただし L を使って移動距離ね移動距離 L を使って表しなさいさっきは L は使わずにデルタ T を使ってね表現していましたさてこの式使ったらもうすぐできそうだね用移動の時の速度は0です止まってたんだからね で、右辺にもう L 使った式が書いてあってで左辺にうんちょうど求めたい速度の2乗があるからこれ式変形すれば直ちに答え出せそうですはい、やってみましょうかっこ6番かっこ6えっとこの式をスタートしといてスターに V0 イコール0を代入しましょう。用意どんとき止まってたよと。すると、はい、二分の1 m v デルタ t 時間デルタ t における速度の2乗。これが物体に加わった力の総量引く F2 と,、えー、と。はい、これに等しいと。さあ、そういうわけで求める速度。 これが L 進んだ時の速度ね。かかった時間デルタ t だからね。これは、えっと、M 分の2倍。L こっちに持ってきちゃおう。F1 ータ引く f 2これ、えっと、よいしょ。ルートします。これ、両辺をね、あのー、 ルートあの V の2乗だったのを V にしたいわけだよね。この時に右辺マイナスの可能性もあるよね。数学的には。だけど物体は右側へ進んでるんだからマイナスの方はもう今は排除して右側に進んでたんだからプラスの方でいいよね。というわけでプラスの値だけこうやって書いたらこれが答えということになります。はいそういうわけでね一通り問題やりました。大事なポイントは何だったかっていうと。 物体に複数の力が働いている時ね F1F2 とかね複数の力が働いている時 F1 が物体にした仕,あの仕事とかあの与えた力積もしくは F2 が物体にした仕事とか物体に与えた力積それぞれ計算できますもちろん総量も計算できますその時にはどうするかっていうと今物体のその運動している向きに注目してそして各 力が、この今の場合だったら水平方向が物体の運動の向きなんだけど水平方向に各力がどんだけ作用しているかっていうのをちゃんとね解析分析をしてそしてこの力の作用に着目をしてちゃんと向きも考えるんだよ座標軸の逆座標軸の負の向きだったらマイナスとかねちゃんとその力の,あの符号も考慮して力の作用をちゃんと考えてそして 移動距離、もっと正確に言うと変異を掛け合わせることで仕事が計算できるそれからその力の作用に対して時間をかけることでそれぞれの力積を計算できるというわけですねそしてその力積の相和が物体の運動量の変化にそれから力が及ぼした仕事の相和が物体の運動エネルギーの変化になると。 いうわけはい、えー、と、うん、なかなかね運動量力積、仕事、うん、運動エネルギーなんかそれぞれ何が何やったっけってね言葉の定義わからない人いるかもしれませんけれどもよーく確認してね復習してください。はい、これでで以上です。